お世話になります。ひとりでございます。冠の雪原が配信開始されましたが、ミカルゲのね入手方法が話題になっていましたので、情報を共有させていただきたいと思います。ゲットの仕方としましては、まずここのね木の前に来てください。大木の丘ですね。そしたらここからですね、チャリに乗って、まあ乗らなくたっていいんですが、右に曲がっていきまして、それでちょっと行ったところをですね左側に行きまして、それでこの坂を降りて、あ、海流じゃんみたいな感じなんで挨拶して、それで、奥に行きます。ちょっと邪魔、行きます、ちょっと邪魔、めっちゃいるわ。そうするとここになんか墓石みたいのがあるんですね。でここ話しかけると、とても古い墓に文字が刻まれている、我の声を届けよっていう感じで書いてありますので、ここにどうやらねミカルゲが出現するとのことです。でどうやって出現させればいいのかっていうと、まずはインターネットをですねオンにしなきゃいけないみたいですね。オンにしましたと。でそしたら誰か適当な人がね、登場すると思うんですよ。今ちょっと出てきてないんですが、そしたらここ話しかければグラフターヌーンみたいな感じで、スパイスセットみたいなのもらえるわけですよね。そういう感じで食材みたいなのをもらえますので、これをですね32人らしいですね。まあこれは数はなんかよくわかんないですけど、32って言われてます。32人分ね、別の人の、やつの食材をね手に入れて、それで話しかけたら、できるようになるらしいですね。これはなんかダイヤモンドパールとかでも昔あったかと思うんですが、そのゲットの仕方に似てるっていうことで、話題になっていたわけですね。なのでこれやっていきましょう。今3人目ですね。まあこういうとこだとちょっと狭いんで、もうちょっと広いとこ行った方がいいですかね。人がいっぱいいる。追いつかれ真珠を手に入れた。ちょっとわかんねえ数が、ちょっと邪魔邪魔。よし、これで OK かな。あ、いるいるいる、ミカルゲいましたね。もう OK の状態で行くと勝手に現れてるって感じですね。何もなんかイベントとか起こるわけじゃないっていう。色がすごいっすね。なんか全然透明感がないというか、もっとイメージで私透明感あるような感じなんですけど、まあいいや、それ戦っていきましょう。はい、ミカルゲ登場。なんかデスバーンみたいな、あそこの部分だけど石碑の部分みたいなところは、うわ、てか72レベルとかめちゃめちゃ高えじゃん。 OK、 クイックボールで行こう。無理か。いや、エッチで死なないよさすがに。オッケー、いいね。はい、ミカルゲちゃんと捕まえれました。ミカルゲ封印ポケモン。百悪行の魂が集まりポケモンになったが、小悪の魂が混じってしまったらしいっていいのかな。まあそんな感じか。チャラいなこいつ。チャラ男くんってことだ。はい、じゃあ見ていきましょう。うわ、 3V じゃん、地味にすごいじゃん。で72レベルのメスのミカルゲでございますと。で特性すり抜けで、相手の壁や身代わりをすり抜けて攻撃できるというね感じでございまして、シャドーボール、悪の波動、催眠術、夢食いというね、まあ、定番的な技ですかね。これは臆病の性格で、ボールレイクの湖畔で72レベルの時に出会ったということでございます。リボンは持っていませんということで、そんな感じでねミカルゲ結構簡単にゲットできますので、皆さんゲットしてみてはいかがでしょうか。いや、つーか、なんかミカルゲの見た目って初期の頃から結構変わってませんか。なんか結構毒々しい感じもあって、なんか化学物質みたいなニュアンスも結構ありますよね。なんか見た目的に、いつからこんなケミカルゲな見た目になったんでしょうかね。